3つ目こちらです。じゃん、大分の大会に出たい。はい、ということなんですが、はい、全体で今年大会どういうのあるんですか？いくつぐらい？今年はあと4つあります。あとまだ4つあるんですか？はい、はい、何々ある？最初が釧路で、釧路で次に石狩のサーモンマラソン、はい、でビバイ、はい、ビバイマクマナイが、あとマクマナイあるやつ4つ、はい、まだ4つあるの、はい、あーすごいですね。直近が釧路、はい、ね、釧路、はい、釧路8月らしいんですけれどもね。あ、練習って普段いつぐらいからスタートしてるの？だいたい6月ぐらいからですね。あ、はい、そうなんですね。週何回ぐらい練習してますか？週大会の1ヶ月前ぐらいになると週3回ぐらいしてます。うん、そうなんですか。結構ハードですね、はい、そうですね、はい、練習の時はお母さんが送り迎えしてくれてます。あ、はい、お母さんもありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうだよね、はい、うん、ということで、まあ、これからもね、この後も4つの大会があるっていうことなんですが、その先にはまたもっと行きたい大会あるんですもんね。はい、うん、大分の国際マラソン大会というのがありまして、はい、そこに行きたいと思ってます。はい、はい、どうもこれがですね、一つの登竜門らしいんですよ。はい、どんな大会になるんでしょうか？世界の方々も入ってくる大会なので、うん、パラリンピックとかも出れるかもしれない大会なんですよ。なるほど、はい、みんな大分を目指して頑張ってるわけですね。はい、ちなみにパラリンピックの何成績ってどれぐらいか知ってる？はい、大体51分ぐらいですね。51分ぐらい、はい、で、まあ、失礼ですけど、ののちゃん今どれぐらいなんですか？今1時間13分なので。ああ、はい、なんかいけそうな気がしませんかね。いや、いけるんじゃない？いけないですよ。いけるんじゃない？いや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 、ちょっとこうだって去年と今年と全然違う私よ。ここからまたちょっと違いますけど、辛いですね。20分あるんで。20分、はい、うん、20分急に早くしろって言われても難しいじゃないですか。あ、20分大きいか。はい、大きいですね。確かにこうレースゴールのところで見てて、先頭がピューって通ってから20分だってゴール、はい、結構あるかもしれない。ありますよね、はい。そりゃそうか、うん、パラリンピックのちょっと壁は、まあ、ハードルは高いかもしれないけど、でもなんか過去 の、 そのまあ入賞者なんかを見るとちょっと頑張ってみたい数字なんですってね。はい、そうですね、うん、と1時間10分が3位の方だったんですよ。あ、なので、ね、多分大分行ったら行けると思うんですよ。お、出たよ、はい、大分行ったら私結構いいとこ行けるような気がする。はい、うん、そうなんだ、はい、じゃあぜひ行ってみたいね。行ってみたいですね。いや、でも旅費がかかってしまうので。はい、はい、そうか、旅費と何なら宿泊費と、はい、どうだろうかとか、車椅子運ぶ のと、うん、でもあと家族の分もあるので。そうですよね、自分だけじゃいけないしね、はい、そうですね。あ、そうか、どうだ、50万ぐらい？50万そんなかかりますかね？かかんないか。30万ぐらい。30万ぐらい、はい、あ、そうかもね、はい、ぐらいなんですって。でもやっぱり大分で世界をやっぱり体感してみないと、ちょっとその後のね、大きな夢がありますから、はい、ね、うん、うん、パラリンピック出れたらいいなとは思っているので、はい、高校2年生だもん。はい、ね、高校2年生でもいけるいけるっていうふうに言ってたらですね、のんのちゃんなりにやっぱり、パラリンピックに出る選手たちを見てハードルに感じてる部分もやっぱ他にもあるみたいでね。はい、うん、私生まれつき車椅子なんですけど、先天性なので、はい、周りの方々でパラリンピック出てる方って、うん、大体事故で車椅子になった方なんですよ。後天性の、はい、はい、うん、なのでやっぱりそこが違うので難しいかなとは思っているんですよね。うん、そうか、もしその人がもともと事故の前はすごくスポーツしてる人だったら、もともとの筋肉量が違うかもしれないね。そうですね、はい、でものんのちゃん今筋トレ頑張ってます。あ、はい、頑張ってます。はい。すごくこうね、やっぱり腕の筋肉になるのかな。そうですね、はい、本当。はい、普通にブヨブヨしてるんですけど、力入れたら結構グッてなるんですよ、うん、そりゃそうですよ。そうですよ。もうね、はい、鍛えてるから、はい、ね、ということでですね、今頑張って筋トレをしながらですね、今年あと4つの大会、直近で言いますと釧路、はい、8月の釧路ね、
でも本当は大分行きたいって言ってますよ。行きたいです、はい。そんなのんのちゃんの夢が叶うように私もその、応援したい気持ちで今日はいっぱいになりました。はい、ありがとうございます、ね。今年もいい成績がますます残せるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、はい。ということで今日のゲストはですね、今年の、浜那須全国車いすハーフマラソン大会で、唯一の女性ランナーとして見事28位で完走いたしました大通高校2年生の新田のんのさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。